小倉ら病一郎から1928年12月23日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。幕臣出身。江戸で生まれる。明治5年9月、海軍兵学寮に入学。1878年7月、海軍兵学校を卒業。1881年1月、海軍将尉任官。 1886年12月、竜城分隊長となり、以後、軍事部出勤、高千穂分隊長、武蔵、山和、海門の副長、海軍省、第一局第一課次長などを歴任。1891年12月、海軍少佐に昇進。1893年5月、大臣官房人事課課料県軍務局第一課課料となる。その後、 高尾副長を経て、1894年11月、松島副長となり日清戦争に出征。さらに、鳥海、立田の各艦長を歴任。1897年6月、海軍大佐に進級し、高尾艦長となった。1898年9月、橋立艦長に就任し、以後、東海港委員長、同艦長、朝日艦長、 横須賀陳述参謀長を務めた。1904年6月、海軍省省に進んだ。日露戦争では1905年1月に特務隊司令官に発令され、日本海海戦などに従軍。日本海海戦後の同年6月、第一艦隊司令官に転じた。1905年12月、海軍省人事局長兼海軍省官会議議員に就任。 1908年8月、海軍中将に進み海軍召喚会議議員となる。同年12月、大名となり、1909年12月、予備役に編入。1914年3月1日に、交尾役となり、1918年7月21日に退役した。かつ回収324ページ、官報第476号、大正3年3月3日。 漢方第1794号、大正7年7月25日。漢方第183号、千八1884年2月12日。漢方第133号、千八1886年12月8日。漢方第2617号、序任及び、事例1892年3月24日。漢方第百七十二号、 序任及び、事例1897年6月1日。漢方第4402号、序任及び、事例1898年3月9日。漢方第5937号、序任及び、事例1903年4月21日。漢方第7460号、序任及び、事例1908年5月12日。 漢方第7980号、序任及び、事例1910年2月1日。漢方第2076号、序任及び、事例1890年6月3日。漢方第3430号、序任及び、事例1894年12月3日。漢方第3676号、序任及び、 事例1895年9月28日。漢方第3858号、付録。事例1896年5月12日。漢方第6271号、除人及び、事例1904年5月28日。漢方五外、除人及び、事例1906年12月30日。ありがとうございます。